ないんだもんな。1人でやったって言ってたから3週間もなしだ。7週間本当にずっと見てたんだから。だから誰か最初4周しろ4周しろってやってたんだよ。そしたら無理だ無理だっつって7周したよ。でもスケジュールは回るっていうのは多分定番だからね。でもさ、ああいうことがあったからさ、やっぱり自重しなきゃいけないでしょ。俺は自重って言葉は6分ない、ない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 。スケジュールはやってくれるんだったら自制が働くんだよ。昔自炊が働くんだけど。俺若い頃自炊働かなかったよ。そうだよ、知ってんだろ。自炊のこだわりだって。普段ね、酒飲まなければ酒飲んだら。あ、そうか。お祭りだからいいかって。酒飲んだ時知らないの。それは分かってる。さ、水中花火もやればいいんだよな。向こうでドーン飛び返して。そう、見ないじゃん。だって水中花火やったらさ、水中花火ってほとんど見られないんだよ。ここでしかあんまり見られないんだよ。そうだけど、ここでもしやられたら見えないんだよ。大丈夫だよ、わかるよ。全然見えない。うん、そっちの方だと見えるんだよ。向こう行けば見えないけど、今ここで見て出る話だから。いいんだよ。でもドーンと、ね、すごいよ。3年前その辺で見たんだよ。そしたらすごかった、迫力。うちのね、南町の子の建物に子供だったんですよ。あのほら、丸あそこで見るとよく見えるのよ。あのね、朝早くさ、シート敷きに来てブルーシート引いてやっちゃいけないんだろ。仕事だもん。あ、そうか。去年さ、あの博物館の前のさ、なんだっけ、あのあブランチェの向こう側の南屋さん。向こうの方じゃ小さくてダメ。うなぎ屋さん。ああ、伊豆木。伊豆木。違う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 。え、あそこに泊まったの。そうしたらさ、遠いわれらはふるさとの町。全然泊まらない。夏でしょ。もう泊まったんだけど、もう部屋がね汚くて、でもエアコンがあればいいじゃん。まあ、風呂があればいいじゃん。昔は神明神社からよく見えたんだ。だってね、私今国分に住んでるんだけど、あの国分のあそこからよく見えるんだよ。そうだね。高いんだよ、国分って。見え、遠くの方にさ、小さく見えるんだよ。わかるわかる。低いかもしれないよ。わかるわかる。富士山は大きい。でも音は結構すんだよ。なんか見えるね。いや、立山ってさ、ちょうどさ、周り山に囲まれてるから音がすごいんだって。この前なんか新聞に書いてあったよ。立山の花火はね、すごいんだって。本当あそこがね、富士山はすごいよく見えるよ。あー、おーすごい長いね、花火。15分だったけどな。スポンサーが増えたんかな、多分ね。
観光客こんな遅くまで 見てるかな。釣りをするとこがあるのねとか言ってる。釣りするとこだと思ってんの。あんなとこまであるよ。だから大型客船が来るんですよ。そう、あの道の駅のとこに来た観光客が釣りをする。あのこんなでっかいところ。私あのほら鴨川シーワードをさあそこに来てこれあったらよかったのね。でも私なんかは絶対一回小笠原は行こうと思って、せっかくここ寄るんだから。え、な、小笠原の船、小笠原に、の船に一回乗ろうと思ってる。ここに寄るの。寄るじゃん。あ、そうなの。そうだよ、一回寄るよね、小笠原丸が。あ、そう。だけど行ったら帰ってくるまで帰ってこない。一週間ぐらい。天気が悪いとか。4、5日なんだよ。行って帰ってくる船に乗らないといけないんだけど。小笠原から飛行機で乗ろうと思わない。飛行機ないよ。飛行機ない。全然ない。自衛隊だけ。自衛隊だけ。だから都知事が行くのは自衛隊機で行く。そう。俺行ったことないし。で俺、何で飛行機だったっけ。終わったか。